エネルギー、欲望ままです。海賊王に俺はなる。どうもルフィです。あもう家から出られないからこれ書いてもいいか。あルフィっぽい、ルフィっぽい。あーもうルフィだ。おっオラルフィ、今日はこちら悪魔の実を入手しました。ドラゴンフルーツです。今日はこれの切り方をご紹介したいと思います。丸っこ一本売ってるってあんまりないから珍しいんじゃないですかね。それではこの中身がどうなってるのか新世界に行ってきます。アルティケーの夢は、さあ行くぞ。それでは切っていきます。まずはこれを半分にします。よー見て、ゴムゴムのスタンプ。この中にコルフェノールがいっぱい入ってる。食物繊維も入ってるし、すくって食べるのも OK。 さらに食べやすくカットするには、半分にして、これ皮がほれ剥げちゃうんです。バナナみたい、大きさバラバラスイカみたいに切るのも OK。 もう本当に悪魔の目に見えるよね。これ食べるともう泳げなくなるんだよ。それでは早速食べてみましょう。飯だ。こんな感じじゃなかったかな。でも漫画は私全部持ってるんですよ。いただきます。あんまり味しないから今日はここでご紹介します。これにいきました。いただきます。うん、おいしい。ちょっとこれはおいしい、これはおいしいです、これはおいしい。うめー。これ何のモノマネか分かりますか。ルフィがご飯食べた後のうめーっていう声。モノマネのクオリティ上げていこうと思います。まあ単体で微妙でも、こうやってアレンジすることによって美味しくなるっていうのが発覚されましたね。なんでこのスプーンこんな曲がってんの、これ誰かスプーンでマジックしたのかな。それでは今日は悪魔の身に見えたドラゴンフルーツの切り方と美味しい食べ方をご紹介しました。栄養あるものをいっぱい食べて、ゴムゴムのピストルウイルスをやっつけましょう。